こんにちは、岩井です。 PCX の部品でレールカバー、そうです、ここの給油口のこの部分のメッキの部品を購入しましたので、これからそれを変えて、ここの部分を変えていきたいと思います。購入したのはこの PCX と書いてあるメッキ仕様のカバーをここにつけていきたいと思います。それでは始めます。はい、まずは貼り付けるこの部分をきれいにいきます。はい、そして給油口がこの段階で開くか確かめます。ちゃんと開きますね。はい、そして私が購入したのは海外のホンダですね、そこの方で純正になっているホエールカバー、給油口のカバーです。これは簡単にメッキ仕様になってますが、ただ裏をひっくり返すとこのように両面テープになってて、この部分を剥がして給油口のところに貼り付けるだけになっていますので、そんなに難しいことはないです。では両面テープを剥がして、よいしょ、そしたらこれをこのままカバーに貼り付けるだけとなります。はい、それでは貼りますね。一度軽く貼ってみて、これで開くか確かめます。開きましたね。はい、そしたら強く押さえます。はい、両面テープでついていますので、少し縁の部分を強く押した方がいいかもしれません。はい、もう一度開くか確かめます。はい、綺麗に開きます。しっかりと両面テープも貼り付いてますね。はい、どうでしょう。純正の部品は真っ黒いままなんですが、この給油口のキャップをつけるだけで少しゴージャスになったと思いませんか。以上です。